い、どうもチーです。はい、どうもヒロです。はい、本日の企画は、はい、回り込みのフットワーク編。はい、ということでね、ソフトテニスを始めて結構序盤に、まあそうですね、やっぱりこう回り込みって、ね、ボールに対しての距離感だったりとか、あとボールの短い深い、あと風の影響、外でやる場合ですね、この動画を見るとフットワークが、回り込みのねフットワークが良くなり上達するところになってますので、皆さん最後までぜひご視聴お願いします。お願いします。では早速やっていきたいと思います。レッツゴー、ゴー。はい、じゃあ実際に打ってみようと思います。お願いします。お疲れ様でした。今私は回り込む際に1歩目のステップはサイドステップで入ったんですけども、これは個人によって1歩目は変えてもいいのかなと私自身は指導しながら思います。その理由といたしまして、大体オーソドックスな回り込みの1歩目ですね、1歩目クロスステップ入りなさい、そのまま進行方向に向かって判定してショットです。私としては一つ教え方変えたいなと思っているのが、1歩目特に内股気味の方ですね、男性にもいられるかと思いますし、主に女性の方が内股気味だと思うんですけども、その際にクロスステップ1歩目踏むぞってなった時、足ですね、進行方向の足に対して右足がぶつかってしまう。左利きの方の場合は右足のつま先あたりに左足がぶつかって邪魔になってしまう、ということで1歩目考えながら指導していかないといけないのかなって私は思い、そこで一つ取り入れたいなと思ったのが、内股気味の子に対しては進行方向側の足を引かせます。すると何が起こるかと言いますと、人間の体の作り的に頭が一番重い位置なんですけども、頭が左側に倒れるという風になるんです。その時にバランス取ろうとして足が出る、この反動を生かして一歩目踏み出していくということも教えていくことが必要なのかなと思います。誰しもが同じステップで入れるというわけではないので、もしこれを見ていただいている方でクロステップいずいな、もしくは一歩目サイドステップじゃなくてクロステップで入ろうかなとか、いろいろあると思うんです。いろんな、とにかくいろんな方の意見を聞いて、自分に合ったステップ、ストロークもテイクバックもそうですし、そういったものを落とし込んでいくと、よりまたワンランク上の選手になれるのかなと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、回り込みね、結構皆さん苦手な意識を持ってる方とか、あとそうですね、ボールを打てるようになってきて、さらにこう上達するにあたって、まあ、結構序盤にね、打ち当たる壁という、難しい一つの技術かなと思います。で、今回工藤コーチにね、
話してもらったと思うんですけれども、やはり回り込み、ステップの取り方というのは、いろいろなステップの取り方、足の使い方、運び方っていうのはあると思います。なので、今教わられてる、もしくは教えてる、指導者の方、選手の方、いると思うんですけれども、自分に合った、フットワークを、見つけた方が、まあ、より反応速度だったり、入り方っていうのがね、よりスムーズになってくるんじゃないかなと思います。でやっぱり女性と男性とで骨格ももちろん違うんでね、一概に、これがこうだからああだからというわけではなく、より個人差というところに、指導する方は、より着目して、教えていただきたいなと、指導してほしいなと思います。まあ、今回、回り込みの動画になりましたけれども、ぜひこの動画が参考になった、もしくは、ちょっとやってみたいなと思った方はぜひ、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あと我々のインスタグラムの、アカウント概要欄の方に載せておりますので、そちらの方のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。